皆様こんにちは。東華村塾の吉澤大二です。東華村塾は難しい歴史や経済、政治、哲学、国際問題を分かりやすく解説し、日本全体の思考力と精神性を高めることを目的としたチャンネルです。本日は前回に続き日露戦争のパート5をお届けいたします。講師は元グローバリストで歴史研究家の山田聡さんです。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では前回は、日露戦争に入り、陸の戦い、海の戦いを教えていただきました。今回は日露戦争が終わってからの戦後処理のお話を教えていただけないでしょうか。はい、いや、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。この前ですね、日露戦争の陸の戦い、はい、まあ、そこは日本軍はですね、いろんな海戦をずっと勝ち進んでいった、はい、でロシアはずっと負け続けてたんですけども、うん、まあ、ロシアとしてはですね、いつもの作戦、はい、ナポレオンだとか、まあ、この後になるとヒトラーが負けたようにですね、うん、内陸へこう誘い込んでいくみたいな作戦を取ってたんですけど、はい、まあ、形としてはまあ日本が勝っていた、うん、それともう一つはですね、日本海海戦、はい、これは日本の連合艦隊と、うん、ロシアの第二太平洋艦隊、はい、これはバルチック海っていうヨーロッパからずっとですね、地球を半周してきたような艦隊、うん、ものすごい数の艦隊ですけど、はい、これも日本干渉しちゃったんですね、うん、干渉って完全に勝っちゃった、はい、もうロシアの戦艦を何隻も沈めたのに、うん、自分のところはほんの小さい船がね、2隻か3隻ちょっと沈んだぐらいで、うん、まあ、大勝だったと言えるんですよ、うん、それでですね、まあ、講和会議ということになったわけなんですね、はい、じゃあちょっとその講和会議っていうのはですね、うん、実はこれポースマスの講和会議、うん、講和条約っていうんですけども、はい、アメリカのポーツマスっていう港町があるんです、うん、これは、多分ボストンのちょっと北側だったように思うんですけど、私一度行ったことあるんですけども、はい、ちょっとポーツマスには個人的には恨みがありまして、ですか見学してる時にですね、はい、車を図書館の前に止めといたら、はい、駐車違反取られて、はい、なんか罰金50ドルとかやられたことがあるんですけども、まあ、そういうことがあるから、はい、まあ、記憶にも残るんだなとは思ってるんですけどね、はい、まあ、日本は一応ロシアに勝っちゃった。まだでも講和条約を結んでないってことは休戦しかしてないんですよね、うん、休戦っていうことはいつでもまた戦争再開できますよという状態だったんですけども、うん、なんで日本がここまでうまくいったかっていうと、うん、まあ、ここにも書いてますように、はい、やはり当時としては、うん、ロシアが南下してきてそれが怖かった、うん、だからここで日本が頑張って戦わないと、うん、その祖国をね取られちゃうぞみたいな背水の陣意識、はい、それからあと日英同盟ってね、この前やりましたけども、はい、イギリスと同盟を結んで、うん、イギリスがですね、そのヨーロッパからぐるっと回ってくるバルチック艦隊をかなり妨害してくれた、うん、はい、あとはですね、お金なかったって言いましたよね、はい、20億かかったお金、当時のお金で20億円ですけどね、うん、が13億円が足りなかった、うん、それをですね、ユダヤ人の資本家の、うん、ジェイコブ・シフっていう人が全部貸してくれたんですね、うん、まあありがたいと思う反面、うん、まあ、その資本家さんはやっぱり商売なんで、はい、実はロシア側にも戦費貸してたっていう話があるんですけども、はい、まあまあそれはしょうがないなと思いますけどもね、はい、でもそれお金貸してもらえなかったらもう戦争全然追放できなかったわけですからね、はい、あとですね、うん、やはりそのロシア革命、ロシアはですね、皇帝によるその圧政、うん、要するにこの独裁政治が続いてたんで、うん、反発する人がいっぱいいたわけなんですよね、はい、でこの前もやったように、これ皇帝の暗殺事件とかありましたよね、うん、で日本の明石大佐って人が裏でその革命家に資金提供して、うん、まあ、ちょっとなんていうかな、騒ぎを起こさせてたみたいな、そう作戦もやってた、はい、作戦騒ぎね、うん、でそれとですね、あとはそのやっぱり準備をちゃんとしてたんですよね、うん、こういろんなことを考えて、この前の人に兵器もいろいろ下瀬火薬だとか鉄砲弾だとか、うん、あとですね、その今はインターネットですけど、当時は無線電信、まあ、海底ケーブルで電信やってたんですよね、はい、うん、その海底ケーブルって実は外国に全部牛耳られてたんですよ、うん、それをですね、日本独自のケーブルを日本、うん、韓国、日本、台湾とか引いてるんですよね、うん、情報が漏れないように、はい、ひょっとしたら今の人より賢いかもしれないですけど明治の人がね、うん、まあ、そういう入念な準備、それとですね、うん、今日のポイントなんですけども、うん、この休戦の時に、うん、なんとか日本はもう
実は勝ってはいたんだけど、そこそこ力尽きてたわけですよ、うん、国小さいし、はい、国力もないしね、うん、だからそこで時の氏神って今言っても分かんないかもしれないんですけども、うん、仲裁に入る人、うん、それをですね、初めからアメリカの大統領のセオドア・ルーズベルトっていう人に狙い定めてたんですよ、はい、ルーズベルトって言いますけども、はい、アメリカ大統領でルーズベルトは2人いたんですよね、はい、1人がこの日露戦争の仲介をやってくれたセオドア・ルーズベルト、はい、もう1人はですね、あの俗に言う第二次世界大戦、うん、大東亜戦争に日本をこう引き込んだフランクリン・ルーズベルトなんですね、はい、まあ、セオドラさんはいい人、日本人にとってね、はい、でフランクリンさんは悪い人なんですけども、うん、まあ、こちらいい人ね、はい、でこの金子健太郎という人と、うん、このセオドア・ルーズベルトは、うん、あのアメリカの学校の同級生だったんです。同級生ですか？同級生なんですよね、はい、で日本政府はこの日露戦争の始まってから早い段階で、はい、うん、金子健太郎をアメリカに派遣して、うん、でセオドア・ルーズベルトに、まあ、同級生の吉見で接近してもらって、はい、それで時が来たら仲介してくれよ、うん、仲介してくれよってね、根回ししてたんですよ。同級生ってことは金子健太郎さんとルーズベルト同じ学校だった？そうですね、多分ね、ひょっとしたらフィリップスアカデミーだったかな、ちょっと忘れましたけども、はい、多分ボスあの東海岸の私立学校で同級生だったと思います、はい、すごいですね。すごいですよね、はい、だからやっぱり、ね、入念にこう、はい、ストーリーをね持ってやってた、計画してたっていうところがね、うん、やっぱり偉いと思うんですよね、はい、それでこのポーツマス条約っていうのはですね、うん、そのどういうふうに決まったかっていうと、はい、日本の朝鮮半島における優越権を認める、うん、これどういうことかっていうと、戦争のそもそもの発端が、うん、ロシアが朝鮮半島を占領して、うん、ただもう釜山までロシアになってるじゃないですか、うん、だから日本嫌ですよね、はい、だからそこでこう争いが起こってて、日清戦争で、うん、朝鮮、韓国をシナ、新国から独立させて、うんうん、それでも三国干渉でロシアが降りてきて両党半島取っちゃったから、うん、ますます危なくなったんで、日露戦争でロシアを追い出して、うん、で国際的にですね、ロシアに朝鮮半島における日本の優越権を認めさせたと、はい、あとですね、まあ、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する、うん、樺太、うん、北海道の知床の北側にこんなね、こう鮭を吊るしたような島ありますよね、はいはい、あの樺太っていうんですけども、うん、その南半分は日本のものにするとか、はい、あとはあの南満州鉄道っていうのが、ね、うん、あのロシア領からウラジオストックに満州を横切って走ってる東進鉄道ってあるんですね、うん、それの長春から旅順までの支線、はい、これは南満州鉄道っていうんですけども、うん、そこを日本に譲渡する、うん、およびその鉄道の沿線にあるですね、うん、あの炭鉱とかの租借地を日本に譲る、はい、旅順、うん、まあ、大連、うん、そういうところの租借権を、うん、まあ、日本に渡すと、はい、いうふうなことですね。あとは沿海州、はい、あのウラジオストックがあるですね、うん、あの大陸の太平洋側の漁業権、はい、まあ、あの辺ね、カニとか鮭とか取れるわけですよね、うん、そういうところを日本に与えるということになったのが結論なんですよ、うん、はい、でこれなんか欠けてると思いません？そうですね、なんかまあ、領土の話は出てたんですけど、うん、賠償金とかなかったんですか？そうなんですよね、はい、あの日清戦争に勝った時って下関条約ですよね、はい、あの時に清国から賠償金もらってますよね、2億テール2億テール、はい、2億両ね、はい、これね、ないんですよ。ないですか？ないんですよ、はい、それでね、ちょっとね、揉めちゃうことになるんですよね、はい、どこが揉めたかと、日本が揉めたんですよ、うん、これね、講和条約の内容が、うん、まあ、電信でアメリカから日本に送られてきて、はい、それを新聞がまあ報道するわけですね、日本国内で、はい、そういろんな条件が出てきて、うん、で日本国民はこれだけお金使っていっぱい人死んでるわけですよ、うん、この前言った203工地の突撃だとかね、うん、なのに賠償金が一銭ももらえないと何事だと国民怒ったんですよ、うん、賠償金もらえないのは、まあ、日本の全権代表は小村寿太郎っていう人なんですけどね、うん、あいつがボンクラだからだとか言って、はい、大衆が怒ってまたそれを新聞が煽って、うん、それでこの日比谷公園でその大抗議大会が起こってるんですよね、はい、
でもね、うん、実はこれ話は裏があって、ま、さっきもちょっと言ったようにね、はい、日本としては形の上では勝ってる、うん、で新聞も日本が勝った勝ったって国際報道するわけですよ、うん、従軍記者っていうのは日本からだけ言ってるんじゃなくて、うん、イギリスとかアメリカとかドイツとかフランスとか従軍記者が行って世界中に日本が勝った、はい、日本が勝ったって報道するわけですけど、うん、日本はもう勝ってはいるんだけど、はい、もう息切れしてたんですね、うん、もうお金もないし、はい、兵隊さんもいっぱい死んでるしね、うん、でロシアは国でかいですし、はい、あとほらポーランド人だとか、うんね、ウズベク人だとか、はい、そういうところを占領してるからそういう人たちをシベリア鉄道でどんどん送り込んでるわけですよ、うん、だからロシアは負けたとは言っても、うん、どん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 ね、新しい兵隊さん来てる、はい、日本はもう人口少ないですから、うん、やっぱりもうなんかもう補給もないし人もね、うん、いっぱい死んだし、はい、もう息切れ大だけど形の上では勝ってた、うん、でもここで講和条約って休戦休む戦争ですからね、はい、決裂したらまた戦争になっちゃうわけですよ、うん、でもこれで決裂して戦う自信はもう日本になかったんで、うん、だからもうロシアが、うん、その賠償金分だけども、はい、もうしょうがないから妥協しようかということをしちゃったわけなんですね。なるほど。でもそれがやっぱり一般大使の不満だし、うん、日本は息切りしてますよって言えないじゃないですか、うん、そんなこと言ったらロシアはね傘にかかって攻めてきますからね、うん、表面的にはまだやるぞまだやるぞって言ってんだけど、はい、まあ、本当はあんまりね、うん、息切りしてたっていう風な状態で、まあ、こういう世論が起こっちゃったという、はい、ことなんですよね。なるほど。日本がもう体力なかったので、うん、まあ、渋々賠償金っていうのは、まあ、飲まなかった、ね、そうなんですよね、はい、でロシアもねある程度その状況は分かってはいたんですけども、うん、ロシア皇帝が慌ててこれにサインしたのは、うん、やっぱり国内の革命騒ぎ、うん、これ以上兵隊さんを徴収してシベリア鉄道でこっち送ったとしたらね、はい、やっぱ革命騒ぎがあっちこっちで勃発してるってやりましたでしょ、はい、だそれも怖かったんですよ、うんうん、だからロシアはロシアでやめたい理由があった、はい、日本は日本でやめたい理由があった、うん、そこでちゃんと日本はセオドア・ルーズベルトに仲介頼んでた、はい、で日本が頼んだ人が仲介してるわけだから、うん、基本日本に有利ですよね。そうね、賢かったんですね、うん、やっぱりね、まあ、賢かった、まあ、そういうことで表面的にはなんか賠償金取れなかったけど、はい、まあ、そこそこ有利な状態で、うん、あの講和条約も結べましたよ、はい、ということで休戦が、うん、まあ、ちゃんと講和条約で戦争が終わる形になったわけなんですよね、うん、はい、じゃあちょっとおさらいやってみましょうかね。はい、お願いします、はい、まずですね、あのポーツマス講和条約っていうのはあのアメリカの大統領、うん、セオドア・ルーズベルトさんがね、はい、仲介してくれてポーツマスというアメリカの東部の港町でやりましたよ、はい、でそこで日本が得たものっていうのは朝鮮半島を勢力圏とする、うん、それのお墨付き、それとですね、関東州って言いますけど両党半島ってずっと言ってますよね、はい、あの辺りのこと関東州って言うんですけども、旅順だとか、うん、大連の咀嚼圏、はい、それとですね、南満州鉄道、うん、ね、これあの特急アジア号ってすごい電車走らせてるんですね、この後ね、はい、そういう南満州鉄道、それと付属の炭鉱、うん、それとあの知床の北側にあるこんなね、島の南半分、はい、ただ賠償金が取れなかったと、うん、いうのがポーツマスの講和条約になります、はい、ありがとうございます、ではこれで日露戦争のパート5終わりにします。次回は日露戦争の最後、日韓併合をお届けいたします。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。